で、今回は、自宅で簡単丸々トレーニングということで、丸々部分は本日は、まあ、前回、昨日もやりました体幹の部分ですね。まあ、ここの体幹の部分は非常に大事です。なぜかというと、まあ、体の中心になりますし、力を入れるだったりとか、動作のスタートの時に一番最初に力が入るところになります。なので、まあ、一番言われるのは体幹を鍛えてくださいとか、つまらで言われますけど、一番効果としてはやっぱ姿勢が良くなる。で、姿勢が良くなれば、まあ、体型がよく見られたりとか、綺麗になったりとか、あとはその内臓の位置が良くなるので、代謝を上げてたりとか、消化が良くなったりとか、まあ、自律神経がコントロールされやすくなったりとか、という形にいろんな効果が波及してきますので、まあ、その一番大事なところとして、体に軸を作る。まあ、軸がなければ、そのままずっと回ってられないので、パパッと倒れてしまうので、まあ、倒れない体作りっていうのは、人間と体が動き続ける、中心軸をしっかり作っていくっていうのは、まあ、基本の基本になりますので、そこをちょっと、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、まずは、ウォーミングアップ、ちょっと準備運動をしていきましょう。右足を前に出します。はい。で、右手を足を後ろに通して、左足をちょっと回しましょう。はい。そうですね。で、右手で円を描きます。2、3、回して、2、3、6、回して。
力を、まあ、入れるというか、支えるというようなイメージでやっていきましょう。まあ、まだちょっと動かしてみましょう。では、スタートは自分の感覚です。この状態で肘をついて足を伸ばす。で、キープします。はい、いいですね。これでキープをしていきましょう。レディー、5秒前、4、3、2、1、はい、ゴー。で、息を吸って口から吐いて、肩が上がらないようにお尻少し引いて、後ろの下にもうちょい下げましょうか。そう、もうちょい。そう、OK。はい、OK。メイク。いいですね。次はちょっと動かしていきましょう。次の動きは、今の姿勢から、ちょっと前後に倒します。あ、左右ですね。お腹で戻す。では、行きましょう。まず、肘が行きます。すみません、オレディー。はい、伸ばして、下ろす。下ろして、アップ。下ろして、そう。1、上げて、1。はい、OK! いいですね。 OK! で、次は膝を少し上げてお尻引くパターンですね。この状態でキープしていきましょう。はい、まず四つ前になって、四つ前になります。で、ちょっと足を開いて、そのまま膝を上げます。お尻、そう、そうそうそう、で、膝をお尻下げて、お尻下げて、後ろに、そう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 。はい、あと5秒。3、肘伸ばして。はい、OK。ナイスです。さあ。さて、次は、中心の部分、もうちょっといきましょうか。今度は、この状態で、両手を伸ばす。で、タッチして、伸ばす。タッチして、伸ばす。これは反対と左右両方やっていきますので、まずは左手と右足を伸ばす向きからやっていきましょう。では、四つん這いになって、はい、伸ばして、タッチ。伸ばす。タッチ。伸ばす。ちょっと腰を反らないように、反動をつかない。はい、1、伸ばす。はい、5秒。ほい。ほい。ほい。はい、OK。この反対ですね。手をあんまり前に出してしまうと肩に力入るので、手は自分の力にやっていくので、はい、伸ばす。タッチ。伸ばす。1、伸ばす。いいペースですね。なかなかそうですね、もうだいぶ慣れてきました。なので今度は横向きでいきます。この首で、まあ、女性でいう首で、男性は綺麗な腹筋、横の腹筋が出てくるパターンのところですね。横向きになります。他の状態、肘でついた状態から体を起き上がらせます。ここで脇腹ですね、肩に力を入れすぎないようにしっかり引いて、ここでキープ。厳しい人は膝を曲げても OK です。曲げていただいて、こっちで起こす。体はこういうふうに下に向かないようにしっかり上げて、ここでキープします。下の腹筋を使います。横ですね、ここをしっかり刺激していきましょう。では行きましょう。5秒前、4、3、今横に足を伸ばして、はい、アップ。なので
力吐いて、うん、体が後ろに行かないように、しっかり上げる、ここでキープ、3、2、1、はい、じゃあ OK です、素晴らしい。次はこの状態で一旦足を伸ばします。今の状態で上げて一旦足を伸ばす。いいですか、いきますよ、いい、ゴー。で、はい、ちょっと足伸ばす、はい、伸ばして、足伸ばしてあげましょう、はい、どう、4、3、2、1、はい、OK、 いいですね。はい、OK、 じゃあ次はもう手を横に切っていきましょう。よし、曲げましょうか、お持ちの中で、さっきの感じで上げます。で、右の横に手を置いて、あー、ダメです、よし、よし、ちゃんと支えながら、ここを落とさないようにやっていきましょう。はい、行きましょう、行きましょう、4秒前、3、2、1、体を起こして、手をひねって、手を見ていきます。ダウンして、上げる、はい、ダウン、は
早く
きまして、じゃあ、スクワットをお尻の方に持ってきて、左のお尻を伸ばしましょう。そうですね。で、このまま、少し伸ばしたら、こちらに落とします。で、右の肘をつけて、左に向きます。そうすると右のお尻がさらに伸びてきます。あくまで左ですね。いいですね。もしかしたら奪いじゃないですか。あ、でも、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 あ、いいですね。反対側向いて、呼吸を行うようにします。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。はい、OK です。はい、このような形で、まあ、体、まあ、特に体の中心、まあ、体幹という部分を今日やってみました。まあ、さっき言ったように体幹を鍛えるポイントとしては、まあ、一番は姿勢を良くする。そして姿勢を良く、姿勢を良くなることによって、まあ、見た目も変わりますし、体の中、その内臓の位置が元に戻って、まあ、消化吸収が早くなったりとか、消化吸収が効率よくなります。そうすると、便秘が治ったりとか、冷え性、足のむくみとかも出てきますので、まあ、得点がちょっと多すぎて、食べられないぐらい出てまいりますので、基本となる、その軸となる体幹トレーニングは、ぜひ皆さん続けていってみてください。よろしくお願いします。じゃあ次は、18時がやってますんで、ぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございます。